みやびちゃんとまったりさんのゲーム専門チャンネル。皆さん、ごきげんよう。まったりと申します。ヒットマンハブソリューション続きやっていきますよ。今回はセインツの襲撃をやっていきます。ステージは駐車場。フロント、トウモロコシ畑。3ステージですね。今回はですね、トラビスが47を暗殺するために派遣したセンツという美女軍団ですね。女性7名が47の命を狙って暗殺しに来るストーリーになっております。それをですね、今度47が帰り討ちにして、そのセインツ7名を全員逆に暗殺するというステージになっています。それぞれ証拠品も一つずつありますので、セインツ7名の暗殺と証拠品3つで目的10個ありますので、かなり濃い難しいステージになってますけども、頑張っていきますよ。それでは最高難易度ピュアリストでスタート。アロハ、ワイキキにようこそ。視聴をお願いできますか。ベン・フランクリン。こちらです。朝食はコンチネンタル式で7時から9時まで、ティキラウンジでどうぞ。ハッピーアワーは5時から8時、ティキラウンジです。毎体は$2、ピニャコラーダはもう少し落ち着いたものはボトルをお持ちしましょうか、フランクリン様。強いやつを頼む。かしこまりました。神のご加護をくらいな。セインツ、トラビスの生み出した特殊部隊、大規模の隠密行動を専門とする凄腕の女アサシン集団。2人1組で行動し、その素早く強力な攻撃は目撃者や死体を残すことになる。彼女らが呼ばれたということは、トラビスも焦り始めているということか。はい、駐車場ステージ開始です。まずはこの隙間をすり抜けていきましょう。はい、しゃがみます。前方にアイロン、それ取ってください。左手の方に変装用の袋あります。それはスーツに変装できますが、今回スーツは変装扱いなので、私はこの食器の服装である寝巻きですかね。こちらの服装のままでやっていきます。はい、こちらのボックスすぐに入りましょう。しゃがみながら行きましたけど、立ち上がっていっても発見はされません。ただし走ると発見されるので、走るのは注意しましょう。はい、前方から兵士2名が階段を登っていきます。そして、しんがりで、まず一人目のターゲットであるジェニファー・パクストンが登場します。はい、しばらく様子を見ましょう。は相手兵士2名が1番目、2番目に歩ってきて、最後尾にジェニファー・パクストンという列で向かってきます。宿泊客がですね、とどめ刺されましたね。かわいそうですね。自衛官へ駐車場で小包を発見。回収手配をどうぞ。襲撃隊47の死体を回収。清掃班は生存者の始末を始めて。はい、兵士2名が通り過ぎていきます。そして最後にジェニファー・パクストンが落ち粒の目の前を通り過ぎたら、後ろからしゃがみながらワイヤーで、この柱付近でワイヤーやってください。で、運ぶときは壁際です。設理側でワイヤーやったり運んだりすると、下の階の兵士に発見されたり、後ろの兵士に発見されたりします。簡単にやってるようですけど、ここ意外と難しいので、慣れるまで頑張ってください。はい。で、階段を降りてったら、ここ壁をカバーしながら、チェンジカバーですね。はい。チェンジカバーですよ。チェンジカバーやらないと発見されますからね。はい、チェンジカバー。はい、この柱付近から斜めに進んでいきます。そうすると前方に殺虫剤があります。これ取ってください。これ後ほど2番目のターゲットであるヘザー・マッカーシーに使います。これで暗殺します。はい、こちらの通路行きますよ。そしたら先ほどのアイロンをもう前の方に投げてください、すぐに。はい、その兵士がそちらを向いたら前方進んで、そこにある目の前のレンガですね。これ必ず取ってください。安全な状態で取っていいですからね、レンガを。焦らずにレンガ取ってください。そして宿泊客がですね、暗殺されそうになった宿泊客が47に気づいてこちらを見てますね。助けてほしいような目で見てますが、今回は助けられません。申し訳ない。助けることもできます。この兵士を倒せばできますが、今回はターゲットのみ暗殺ということで、申し訳ないですが、助けません。はい、前方いた兵士が移動したので、こちらに向かいます。はい、左側、奥から手前に移動してくるサングラスの兵士と、あと先ほど正面向いてた兵士がバスルールからまた奥から手前まで移動してきます。はい、目の前にいるスキンヘッドの兵士は後ろを向いたままこちらを向けません。はい、それで先ほど取ったレンガ、これをその目の前に立っているスキンヘッドの兵士の水平方向から後ろ側、水平方向より後ろ側に投げ出してください。そうしないと後ろ向きませんので、前の方に投げてしまうと発見されますからね。で、目の前の兵士が奥の方に今足を動かしましたね。それを見たら投げてください。後方ですね。あの木が目印になりますね。あの木の右寄りに投げてください。そうすると後ろ向きますんで。はい、ここに証拠品あります。はい、まだ無線で後ろ向いてますね。この間に移動しましょう。ここに探検ですね。はい、柵でカバー。はい、チェンジカバーですね。はい、ここでもチェンジカバーで、前の方に進んで、すぐにカバー取ってください。すぐカバー取らないと発見されます。はい。で、右側で会話している2人の兵士が、そろそろ会話終わりそうな雰囲気になったら、先ほど取った探検ですね。ナイフのような探検。これを、できるだけそちらの兵士に向かって遠くに投げてください。はい、目の前にあるゴルフクラブを取ります。はい、そしたら会話した2人が歩き出してますので、平行に目線に入らないように、並ぶ形で、柵でカバーしながら、この柵まで移動します。カバー取りながら行かないと、後ろの3名いましたね。あれに発見されますんでね。必ずカバー取りなので、目の前を歩いてた2人には、平行になりながら歩いてってください。はい、ここで待機です。はい、ここでハンドガンの準備ですね。しばらく様子見ますよ。ここタイミング難しいのでね、よく見ててください。はい。まず左の兵士が右から左の方に移動します。はい。右の兵士が今度橋の奥の方に移動し始めました。で、前方で棒立ちしている兵士とその後ろにいるのが2番目のターゲットであるヘザー・マッカーシーですね。はい。先ほど橋のスキンヘッドの兵士が左側に移動して、ターゲットも左の方に移動し始めたら、上の前方の壁、そこに打ってください。そうすると目の前のヘッジ後ろフレームが、その間にゴルフクラブを投げて左の兵士に注意を向けさせます。その間に橋を渡りましょう。はい、後ろ向いてますけど安心しないでください。こちらのカウンター裏ですぐカバーを取ります。後ろピョロピョロしますからね。はい、後ろ向いてる間にこの冷蔵ボックスに隠れて、身を隠して、発見されずということで、しばらくここで様子を見ましょう。はい、そうすると、左が見えてる兵士は、背を向けたまま棒立ちしてこちらを見ることはありません。気をつけるのは奥側にいる、今、背を向けている兵士とこのターゲットであるヘザーマッカーシー。そして先ほどのスキンヘッドの兵士ですね。行ったり来たりしますんで。で、このヘザーマッカーシーよーく見ていると高評なもんですね。はい、勘の鋭い方は気づかれたと思いますが、先ほど取った殺虫剤をこのコーヒーに混入させて、毒殺でヘザーマッカーシーを暗殺します。はい、チャンスが訪れるまでひっそりと冷蔵ボックスの中に入って様子を見ていましょう。チャンス動作教えますのでね、しっかり見ててください。スキンヘッド。はい。僕の二人も後ろ向きでいきます。はい。ターゲットも今後ろを振り向いて、右から左の方に行きましたね。この瞬間です。この瞬間であれば間に合います。今は出ません。これはちょっと説明のためにわざと動かないでいました。だいぶ戻ってきませんよね。長い時間ありますよね。十分にボックスから出て、コーヒーに殺虫剤を入れて、またボックスに戻る。この時間十分にありますのでね。まだ誰一人も巡回に来ません。ようやくスキンヘッドが端から渡ってきません。このぐらいの時間ありますので、今のタイミングです。よーく覚えててください。はい、奥の兵士も今、こちらの方を向き直って、キョロキョロしてますね。で、ようやくターゲットも橋を渡ってきて、またコーヒーを飲むと。こういう流れですね。ただし、この流れ、一定で動くわけじゃないので、動く距離とかありますので、何分か後にまた同じぐらいのタイミングが訪れます。しばらくここは我慢しましょうね。よーく観察しましょう。ヒットマンは人間観察ゲームですよ。はい、このタイミングではね、もうね、出たら即発見になりますんでね。特に奥から来るスキンヘッドの兵士がもう戻ってきてますからね。ヘザーマッカーシーが後ろを向いてて、奥の兵士も後ろを向いてても、間に合いませんね。戻ってきましたね、奥の兵士も。そしてスキンヘッドの兵士も橋の方に戻ってきました。こんなタイミングで行ったら、即発見になりますんでね。気をつけてくださいね。あと注意なのが、今ほど奥の方から右から左に移動した兵士見えましたかね。兵士も左右左右と移動しますので、最後にですね、出入り口ピッキングする場所がありますので、最後の最後でですね、兵士に見つからないようにも注意が必要です。はい、またコーヒー飲みに来ましたね。はい、まだバラバラですね。足並みがまだまだバラバラですね。ジャストタイミングはですね、奥の兵士がこちら側を向いてキョロキョロ見張ってて、で、ターゲットであるヘザーマカシンがコーヒーを飲んでるぐらいですね。そして、スキンヘッドの兵士が左側の奥の端の方からこちらに向かってくる。そういうタイミングの時がチャンスになりますね。ここはじっくり我慢ですよ。だんだんタイミング合ってきますからね。走らずじっくりやっていきましょう。あ、このタイミングですね。このタイミングです。奥の兵士が今、こちら向いて、ヘザー・マッカーシーが好評のみましたね。そしてチキンヘッドの弊社は今左側の端の方に行ってますよね。このタイミングです。このタイミングで全員背中を向けた時が、コーヒーに殺虫剤を入れられるベストタイミングになりますんでね。覚えてくださいね。はい、ヘザー・マッカーシーが右から左の方に移動して、そちらを見ますね。はい、スキンヘッドの兵士が端に来て、奥の兵士は後ろを向きました。はい、スキンヘッドの兵士、背中を向けました。はい、ターゲットのヘザー・マッカーシーも背中を向けました。はい、ボックスから出ましょう。はい。はい、しゃがんで移動して、コーヒーに殺虫剤を混入。はい、そしたらまたすぐに戻りましょう。はい、これでまず仕込みは完了ですね。はい、そしてほどなく奥の方にいた兵士がまたこちらに戻ってきます。十分ですね。これだけ時間ありますから。今のタイミングですよ。あれで 100% 成功します。難しいのはこちら側まで渡るタイミングですね。ピストル打って、ゴルフクラブ投げて、あのタイミングは結構シビアなのでね。さあ来ました。ヘザーマッカーシー。特等席で観察しましょう。はい、毒入りコーヒーを飲みました。はい、ヘザーマッカーシー暗殺完了です。そしてここで喜んで出ないようにしてください。大丈夫なんですけど、スキンヘッドの兵士も奥の兵士も背中向けてるんですけど、ただ前方にですね、前方にちょろちょろしてる兵士のタイミングを見てないんですね。あ、今、右から左来ましたけどね。でももう戻ってきましたからね。あんな感じなんですよ。あのタイミングで慌てていってしまうとダメです。そして、ヘザーマッカーシーを倒すと、スキンヘッドの兵士が発見して近寄ります。で、この兵士は背中を向けたまましゃがんでも動きません。そして今ちょっと警戒になってるので、しばらく様子を見ましょう。ですぐ警戒解かれますんでね。そうすると通常の巡回モードに戻ります。はい、目の前にいる兵士は背を向けたまま。で、その奥にいる兵士はこちらを見て、しばらくするとまた奥の方に行きますんで、その時に進みましょう。最悪ですね、奥の方の兵士が左から右に来た場合でも隠れたりとかできますので、その時は隠れれば OK です。はい。僕行きましたね、左の兵士。で、このスキンヘッドの兵士はこうやって、ヘザーマッカーシーの方に歩み寄っている形で背中向けてます。最悪ここでカバー取ったりもできますんだよね。もしいたら。最後の最後でこれ、ピッキングにそのまままっしぐらってことは、やめた方がいいですね。必ず周りを見ましょう。はい。駐車場ステージクリアです。次フロントステージですね。すぐに、左の方にある人形ありますよね、あれ。フラガールですか。フラガール人形を、この、救急キットのある側の壁にぶつけます。そうするとカウンターの方にいる3番目の暗殺ターゲットであるディアーナ・ランドチッチがこちらに来ます。はい、カバー取ってくださいね。はい、ワイヤー準備して、ここでチェンジカバー。扉開いてるんで奥に兵士いるんで目撃されますね。必ずチェンジカバー。はい、ここでワイヤーで暗殺完了です。はい、ティアナランドチッチ、暗殺。はい、ここでまあカバーの準備。はい、右からサングラスの兵士が出てきたら、ちょっと様子見て。はい、すぐ後ろの棚の上から瓶を取りましょう。はい、またカバーですね。そうすると、はい、またサングラスの兵士が移動します。あそこのテーブルの角に当てるような形で瓶を投げてください。はい、チェンジカバーで移動します。そうするとそこに立っていた兵士が後ろを向きます。その状態でないとここ通り過ぎたら発見されますのでね。対策を取ってください。はい、前方を進んでいくとゴルフクラブあるので、ゴルフクラブを取りながら、そこの椅子の後ろに隠れてカバーです。そうするとですね、ここのホテルのオーナーがですね、兵士に、奥に連れ込まれて、かわいそうなんですが、暗殺されてしまいます。このオーナーもですね、助けることはできるんですけど、今回は申し訳ないですね。兵士を倒さないと助けられないので、ここは見なかったことにします。はい、そうすると、ほどなくサングラスをかけてる兵士も登場します。この辺まで来ますけどね、焦らないでください。奥の方までは覗きませんので、ここに隠れていれば発見されません。はい、この兵士が奥の方に行くまでじっと我慢しましょう。はい、後ろを振り向いて奥の方に行きました。はい、ゴルフクラブを装備ですね。はい、兵士は柱あたりで立ち止まったら、その壁に向けてゴルフクラブを投げましょう。そうすると、4番目のターゲットであるアグニアランドチッチが音を聞きつけてきます。なぜかですね、目の前の兵士じゃなくて、奥上の方にいるアグニアランドチッチが来ます。基本は兵士は動かないタイプにはなってるんですね。そしてゴルフクラブに気を取られてる間に、ワイヤーで暗殺ですね。はい、これで4人目暗殺完了です。アグニアランドチッチ暗殺です。はい、ここのクーラーボックスに遺体を隠しましょう。はい、そしたらテーブルに置いてあるラジオ、これ取ってください。そしたらその草むら付近ですね。この辺にラジオを置きましょう。はい、なぜこんなことをしているかというと、まだちょっとですね、ギリギリまで置きましょうね。できるだけ草に近づけてください。この目の前にいる、この兵士をできるだけ長い時間、移動させたいんですね。ラジオで。で、歩く距離が一歩でも二歩でも遠ければ遠いほど時間が稼げますので、で、ラジオはなおかつ止める動作も入るので、かなり時間稼げます。はい、また、巡回に戻ってきましたね、先ほどの兵士。このぐらい時間あるんでね、余裕あるので、ラジオを焦らず、セッティングしてくださいね、場所に。草むらの前ですよ。テーブルの前だと距離が短くなってしまうね。かなりそうすると、これからやる動作が、シビアになってきますんで。で、これからやるのは、証拠品取りです。ここにも証拠品があります。はい、またしばらく様子見てみましょう。はい、後ろついていきまーす。ここはちょっと説明のために行きました。ここは本来行かなくてもいいです。そうすると車見えますよね。前方に先ほどホテルのオーナーを射殺したスキンヘッドの兵士が右から左、左から右というルートで移動します。そしてその兵士が、スキンヘッドの兵士が見えているタイミングがベストタイミングになります。はい、ではまた戻りましょう。兵士はこちらにまだぐるりと回ってきますんでね。そしてスキンヘッドの兵士は車見えますよね。前方に、後ろ。それの付近まで移動しますね。今いないですけどね。今はおそらく左の方に移動してますね。先ほどいなかった黒い車の前に移動してますね。それを行ったり来たりします。この緑色の車と黒色の車の間を行ったり来たりします。次タイミング来ると思いますよ。はい、まずはぐるりと回っているサングラスの兵士来ましたね。はい、見えましたがね、今後ろの方、スキンヘッドの兵士。鼻あたりまで移動します。あの兵士が、黒い車の前まで動いていきますよ。ちょっと頭見えますかね？角の方。ちょっと見やすく、今移動しましたけど。あの兵士がまず最初に動きます。僕の方ですね。そろそろ動きました。そうするとサングラスの兵士もほどなく動きます。はい、後ろついていきましょう。はい、ここで、ハンドガンの準備ですね。ハンドガン準備してください。はい、そろりそろりと、前方に向かって確認しましょうね。ここ、目撃されますからね、スキンヘッドの兵士に。こちら向いてますから。うかつに、その柱、より左に出ないように気をつけてください。はい、いますね。前方にいますね、黒い車。そして二人がほぼ同時に右側の方に歩き出したら行動開始です。はい、今、動きません。そしたらこちらの方まで回りましょう。で、この辺であの車を撃ちます。そうするとアラームが鳴ります。で、今度はこのラジオを使いましょう。そうすると、左側で前方で立っている兵士がラジオを聞きつけて移動します。そして先ほどの二人は今、車のアラームの方に気を取られている状況ですね。ただしそれも長いこと止まってないので気をつけましょう。はい、ドラム缶の上にナイフ取ります。そしてハンドガン準備して、そこの柱、撃ちましょう。あ、今ちょっと失敗しましたね。大丈夫です。もう一回ぐらいチャンスあります。はい、白くパーンとなったら、成功です。そしたらここで証拠品取りましょう。今二人は銃が撃たれた方に気を取られています。そしたらこのガソリンスタンドの脇を通って、この車の後ろにカバーですね。そうすると3名兵士います。マスクかぶってる兵士が喋り出したら、ナイフを投げてください。そしたらその前方に進んでいきます。ここですね、無理してですね、そこを扉のゴールなんですけど、ピッキングやらないでください。ほぼ 90% 以上の確率で発見されてダメです。で、今、ドライバーを取って、様子を見ます。運ゲームじゃないので、とある方が、運次第でクリアするしかありませんっていう攻略動画を上げて説明されてる方いらっしゃったんですけど、そんなやり方では攻略動画になりませんので、こちら側に必ず逃げてください。そして、ここで一番注意するのは、目の前をちょろちょろしてる兵士ではなくて、実は言うとですね、奥の方も、左から右に移動している兵士がいます。そして下から覗くと足が見えるんですね。その足が右から左に移動したのが見えて、なおかつ前の兵士が背中を向けて歩ってるのを見かけたら、はい、今行きましたね。で、後ろ、今ですね、後ろを見てるんで、ここまで移動します。そしたら先ほど取ったドライバーを思いっきり投げましょう。前方にいる兵士。そうすると二人ともそちらに注意がいきます。その間にピッキングをしてください。これで 100% 発見されずにできます。余裕を持ってできます。シューっていう音大きく聞こえませんよね。このぐらい余裕がありますので。運ゲームでは決してございませんので。100% 攻略する方法が今の方法です。はい。フロント、ステージクリアですね。続いて、トウモロコシ畑ステージになります。今目の前を歩ってるのが、5人目のターゲットである、ルイーザ・ケインですね。はい、兵士が歩き出したら、ここのトウモロコシ畑に入りましょう。はい、壁際を歩いてください。ここであれば安全地帯になります。はい、壁際ずーっとなぞりながら歩っていきますよ。発見されませんよ、こうやっていけば。はい、壁際行きまーす。はい、そしたら小屋が見えるので、まず中に入りましょう。これ急いでくださいね。見回りくる兵しますので。はい、フラガール。何でもいいです。ここ3つぐらい投げるのあります。ドライバーとかラジオとか。はい。そして、フラガールの人形をこの辺で置きます。で、かかしの近くに犬の骨があります。これも取ります。はい、フラガールの人形と近い位置に置いて、フラガールの人形を取ってください。はい。そして前方に3名兵士がいて、なおかつこのトウモロコシ畑の中をうろうろしている兵士は右側に1人います。よーく見るとわかるんですけど、前方来ましたね。サングラスの兵士は、今奥の方に来ましたね。右から左奥の方に行って、奥から手前に戻ってきます。はい、ターゲットであるルイーザ・ケインが、今見えましたね。はい、フラガールの人形を、しました。はい、スキンヘッドの兵士が、奥側の方に今行きましたね。それを見たら、トウモロコシ畑の方に投げたいんですが、今ダメですね。左側来ました。ちょっとタイミングダメですね。これはダメなタイミングです。左側も見てくださいね。投げる前に。3人いますのでね、前方に。あと右側、トウモロコシ畑うろうろしてるのある一定の距離取れば発見されませんので、しゃがんでいれば、この位置にしゃがんでいれば発見されませんので、それは気にしないでください。はい、3名。こちら側に揃いましたね。このタイミングで行っては発見されますのでね。なんか一人はしゃいでんでいますけどね、なんか構えながら撃つ素振り見せて。なんか変な兵士がいますね、1名。はい、このタイミングですね、今。サングラスの兵士は左の方に、奥の方に行きましたね。で、スキンヘッドの兵士が、間もなく、右の方に移動します。で、はしゃいでいた兵士は裏側に行きました。はい、ターゲットが小屋の中に入りそうです。このタイミングですね。このタイミングでフラガール人形をトウモロコシ畑のそのスキンヘッドの兵士にいる前方に投げましょう。そうするとそれに気を取られます。そして犬の骨は必ず取ってください。犬の骨は後で使います。はい、車の脇をカバー取りながら小屋の中に入ると、ルイーザ・ケインが後ろを向いてますので、ワイヤーで、はい。ルイーザ・ケイン暗殺完了です。ここも気をつけてくださいね。運んでる時とかに目線入ったりすると発見されますんでね。はい。サングラスの奥から手前に来た兵士が今戻ってきましたね。はい。出るときも注意ですよ。ここ3人の動き見ないと即発見されますからね。はしゃいでいる兵士も戻ってきましたね。タイミングがこのはしゃいでる兵士が右から左奥の方に、また巡回に戻って、スキンヘッドの兵士が目の前で背中を向けてって、奥側のサングラスをかけている兵士が、右から左の奥の方に背中を向けて、歩っている、あるいは、歩ってちょっと経ったぐらい。のタイミングで、この窓から出ますよ。そろそろチャンスですね。裏側ぐるーっと回ってる兵士はゆっくり行動するので、そんなに気にしなくていいです。意外と長いのでね、こちらに戻ってくるまで。はい。後ろを向きますよ、あのスキンヘッドの兵士が。はい。そしたらこちらのトウモロコシ畑に入っていきます。まっすぐ壁際まで行きましょう。ただ、隙間があるので、ギリギリトウモロコシの中に隠れながら移動しましょう。あちら側、道路側、兵士いますんで、目線入って発見されます。はい。小屋の前を通って、いきますよ。その小屋の方にもね、兵士いるんでね。部活に入ったりしないようにしてください。血は向けてますけどね。部活な行動すると発見されちゃいますね。はい。そしたらそこの、かかしを吊るす木の棒のあたりまで進んでいきましょう。はい。ここ壁には歩っていきます。はい。そしたらですね、前方に、トレーラーハウスみたいなのありますかね。これを目指していきます。はい、この辺ですね。で、前方、兵士が一人立ってません。あれに水平になるようなあたりで隠れていましょう。そうするとその道に2名兵士がいまして、背中向けたら行きましょう。この兵士は背中のまま見ませんので、これで発見されません。で、ここで6人目の暗殺ターゲットであるジャックリン・ムーアヘッドがいます。でもまだここでは暗殺しません。しばらくするとトウモロコシ畑の方に向かっていきます。ここで骨を準備してください。今見えましたね。あれが6人目のターゲットですね。ジャックリーン・ムーアヘッド。すごい名前ですね。はい。彼女がいたら、ここで骨を投げる準備で入ります。ここですね、チェンジカバーとかで、かっこよく撮るやり方もあるんですけど、ちょっと遅れると、発見されてないようで発見されますので、それはやめてください。絶対やらない方がいいです。バーンって光ったりとか、ぶたれたりとかはしないんですけども、評価上で発見されやすくなりますので、必ず物を投げて、そして証拠品を取りましょう。そうでないと 100% 成功しません。かっこよさは必要ございませんので。はい、骨を投げます。はい、そしたらあの兵士はそちら向きますので、この間に悠々と証拠品を取って戻ります。こんなとこでね、後で発見されてないにもかかわらず、発見マイナスになってがっかりしちゃったらもったいないですからね。で、チェンジカバーで取るのはやめてください。今ね、骨を投げて注意を向かせて、悠々と取ってください。そうすれば発見にはなりません。はい、しばらくここで待機してます。はい、ここからまた、ジャックリン・ムーアヘッドが戻ってきます。はい、出そうになったところでワイヤーで暗殺です。この位置であれば発見されません。はい、この辺に遺体を置きましょう。さすがにちょっと隠す場所ないので、トウモロコシ畑の中に潜めます。あの角であれば発見されることはありません。はい、ここでカバー取ってまた潜みましょう。できるだけ背を向けてる兵士の水平あたりですね。やや後ろ。そして左側もう行けそうであれば行きましょう。背中を向けてたりな、足並み揃えて遠くに行ってたらもうすかさず行きましょうね。様子見しすぎてるとタイミング失いますね。はい、また斜めに向かう感じでこの壁際に行きます。はい、壁を伝って、またこのかかしの木ですね。はい、このかかしの木目印でまっすぐ進んでいきましょう。はい、また、壁際を歩いていきます。トウモロコシ畑たくさん兵士いますけど、基本この壁には、あのルートであれば発見されませんので、私発見されたことはありません。ぜひ行ってみてください。はい、またこの壁にはできますね。ここいないんですけど、念のため距離は取ってた方がいいです。前方にショットガンを持ってるスキンヘッドの火失いますんでね。ま、慎重にやった方がいいです。少し気を緩めるとね、発見されますんでね。気を緩めずに行きましょう。もうすぐ終わりですからね。はい、前方来ましたね。スキンヘッドの兵士が来ました。左から右の方に進むのを見たら前方に進みますよ。はい。はい。背中を取りながら。で、その前の方の通路。あ、今奥から来ましたね。あの兵士来ますんでね。もしいたら潜んでタイミング見て背中向けたら進むようにしてください。目がいいのでね、発見されますんで。はい、ここでカバー取ります。ここでカバー取ってれば誰にも発見されません。はい。まもなく正面から7番目のラストのターゲットであるラサンドラ・ディクソンが来ますよ。来ません。リーダーですね。セインツのリーダーがついに登場です。それにしても8人目はどうしたんですかね。後で敵討ちで登場するのかな。ちょっと私まだこの後のストーリーこれからやるのでわかんないんですけど。楽しみですね。もし、ラスト1が登場してきたら。はい、まだチャンスではありません。はい、この兵士ですね。この兵士要注意です。このショットが持てるスキンヘッドの兵士のタイミングが重要です。この小屋にはターゲットであるラサンドラ・ディクソンを誘い込みたいので、この兵士に物音を聞かれたりするとちょっと都合が悪いので、あの兵士が離れるタイミングを見ます。左側のこの兵士はその手前まで来てもバレませんので、そこは気にしないでください。はい、しばらくまた待ちますよ、チャンスを。ショットガン持っているスキンヘッドの兵士がこちらに戻ってくるのを確認します。ちらちら確認してくださいね。いつの間にか来てますからね。必ずここでも確認するようにしましょうね。ドア越しから確認しましょうね。はい、またターゲット来ました。ベストタイミングはですね、この近づいてきてる時にもうすでにここにいるぐらいですね。そうするとちょうど扉の前にターゲットのラサンドラ・ディクソンが背中を向けて立った時にショットガンのスキンヘッド兵士が奥側に移動するタイミングなんですね。これはもうダメです。今来ましたよね。このタイミングで背中向けたから投げちゃおうなって言って投げるとこの兵士に感づかれますんでね。このタイミングは絶対に下げてください。最後の最後なんでね、ここで失敗なんてことになったらね、もうね、目も当てられませんので、慎重に行きましょう。はい、様子見ますね。そうすると右から左の奥の方にまた移動しますからね。で、またしばらくこちらね、戻ってきません。逆にですね、あの状態が見れたら、それも OK ですね。その状態で、ターゲットのラサンドラ・ディクソンがもしね、こちらの方に来て間もなく背中向けそうだって言うんであれば、奥の方の巡回に行ってますので、しばらく戻ってこないで、その時もチャンスですね。様子見ますよ。あ、来ましたね。よし、来ました。そして間もなく全部はこのタイミングいいですね。このタイミングです。はい、ターゲットのラサンドラ・ディクソンが来ました。もう近づいてますよ。ラサンドラさん。もう私たち近づいてますよ。はい、このタイミングですね。ショットガン構えてますよね。あちらで背向けてるタイミングで。これです。これでしたら、気づかれずに、こちらの部屋に誘い込むことはできます。はい、背中向けました。今もうショットガンの編集移動してるんでね、これを投げてください、壁際に。そうすると音を吹きつけて、ラサンドラ・ディクソンが入ってきます。ここでカバー取ってください。カバー取ってればバレません。はい、素通りしていきますので、後方を、ワイヤーで、締め上げて暗殺完了ですね。はい、リーダーの暗殺完了。はい、ここ慌てて出ないでくださいね。必ず、後方確認してください。ショットガンのスキンヘッド兵士。後ろを見て、あちらに進んだのを確認したら、はい、ここに遺体を隠します。これね、スイッチうっかり押さないようにしてくださいね。音出たりして、バレますんでね、近くに兵士いたりすると。はい、次に骨持ったら、左の兵士ですね。左の兵士は後ろを向いたら、向かいますよ。周りにもね、何人かいますけど、すぐにそこ、柵で、壁取れば、見つかりませんね。はい、骨を投げましょう。はい。それに気を取られた間に、ここを飛び越えて、車の間とこの物の間を通り抜けながら、携帯電話が来ますんでね。その携帯電話取ったらクリアです。応答しろ。どうした？作戦失敗だ。47。トラミさん。貴様を信頼していた。任務を与えられながらエージェンシーを裏切るとはな。貴様は俺に恥をかかせたんだ。はい。難易度ピアリスト、スーツのみ、ノーダメージ、ターゲットのみ、暗殺、証拠品3つ、回収で終わりです。はい、フロントエリアですね。ここ、運ゲーではございませんのでね、100% クリアする方法がありますので、私のやり方でクリア頑張ってください。あと、ここですね、トウモロコシ畑、証拠品の取り方気をつけてください。私は発見されておりませんので、サイレントアサシンの最高の称号を取っておりますね。ご覧の通り。このような結果になります。お時間となりました。今回はここまでといたします。最後までご視聴してくださいました方、ありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、またねー。